はい、こんにちは。はい、こんにちは。今日もですね、盆栽世界さんとのコラボ、はい、第4弾、今セッティング中です。はい、はい、今日は実技編ということで、はい、若宮さんにですね、畳み込み編をやっていただくと、うん、いうことで、先日盆栽小野さん行って、はい、大量に仕入れてきて、この中の素材をですね、探していただいて、畳み込みを教わると、はい、で、俊斗さんもですね、はい、ご自分で持ってこられたやつを、はい、せっかくですから、そうですね、せっかくですからやりながらご指導いただくということで、ちょっとやってみたいと思います。はい、これすごいですよね。私が大好きなこれなんです。はい、はい、これを今日作っていただいて、今度また盆栽宮殿、はい、それを実践したいと、なるほど、いうふうになっちゃいますね。ああ、そっちにもある、もうたくさんあるんで、はい、これなんかもすごいですよね。うん、このサイズ、こっち前にした方がいい。あ、こっち、うん、もうこっちだとさ、まあ本来あの木としてはこっちが前なんでね、はいはい、でもこのシャリがさ、はい、こっからこっちを前にすると、はい、さもあのタヌキっていうような感じするじゃない、僕、はいはいはい、うん、こっちだと完全にもう枝から作った陣っていう、はいはいはい、っていうことですね、うん、これはタヌキではないんです。もともとこれだけ太いものにあったわけですね、はい、畳み込みもすごいんですけど、そのシャリなんですよね。シャリの作り方、こういうのもね、まず畳み込むということと、シャリ、それはこれ、まあ、それですね、これの方がいいですね、うん、はい、これがシャリですね。シャリもあれですよね、こう真ん中がこう出て周りを削るような感じですかね。なんかシャリ作る時ってこれかけてるとかなんかありますか？いや別にないんだけど、その場、その場でっていうような感じ、まあここに陣シャリをつけると、はい、木が少しでも大きく見えるかなっていうような感じで、はいはいはい、そうですね、うん、初めからこういう構想はないから、うん、やりながら、うん、あの、うん、構想していくっていう感じで、うんうんうん、こういうのもね、我々やるとのぺっとなっちゃうんですよね、うんうん、ただ皮むいただけでのぺっとなっちゃうんだけど、それをこう自然っぽくこう、ね、作るって。昼間さんあたりならもうこんなのはいや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 、今日はしっかり勉強やってますね学校のということで、この中からですね、こう選んでいただいて畳み込みやっていただくと。目標はこれですね。目標はこれで。これを作ると。はい、この動画を見れば、その、ね、手のひらサイズの心拍が作れると。作れるということですよね。はい、じゃあこの辺で、この辺でよろしいんですかね。1センチぐらいですかね、幹は。1センチない、あるかないかぐらいですかね。うんうん、で本来は、籠宮さんの凄さを見せるには、本当はまっすぐなやつが良かったんですけど、うんうん、なかなかそのまっすぐな素材が見つからなくてですね。そうですね。はい、あの曲はついてますけども。それでまず始めるのは下枝、この辺にいらない枝っていうか葉っていうのがあるから、こういうのはどんどん落とす。ちょっといいですか。そんでこの時にこの枝はいらねえんじゃないかなと思っても、もうかけてからどの枝が枯れるかわからないから、枝はなるべくあの取っといて、多めにあの枝を作っといた方があとは完全にいいかと思います。あんまり葉を抜くと規制が落ちる、はいはい、そうですね、うん、木に負担がかかる、うん、それで針金をかけるから余計倍増しちゃうわけ、うん、木に、はいはい、だから本来は枝葉を抜かないようにしてかけるのがいいんだけど、うん、そうすると結局もうこの辺なんかこのままですると、もうどうしようもない、はいはい、針金かけても、そうですね、ここの真ん中の枝はこういうふうに抜い、はい、はい、ほんでこれ2本であれして元の方のこのこういう葉は取っちゃうんですね、うん、はい、たぐっちゃうから、うん、やがてたぐっちゃうからもう取っちゃうってことですね。そう、このままかけりゃいいんだけど、畳み込んだ時にもう葉がぐしゃぐしゃになっちゃうじゃない、ここで、はいはい、そうですね、うん、これどっちに曲げるかわからないけど、こっちにあの左に落としてきた時にはもうこれは完全に枝が潰れちゃうからさ、あ、もう内側ですもんね、うん、それをちょっと予想して、はい、ここに取ってあげてもいいんじゃないかなと、はいはい、うん、ちょっといいですか、うん、我々言ってるのは股をきれいにって、はいはい、よくねよく言ってる、はい、ちょっと品のある籠宮さんにはちょっと股はきれいにこれだよあともう一つ、股は開くなっていうのがあるんですよ股は
クラゲ。これこれはこれカットです。ピーで。かぐみやさんのイメージがちょっと。かぐみやさんのイメージ崩れちゃうんです。ちょっと私が悪くしちゃった。お願いします。それでもうこれでこんだけの長さがあればこの3分の1ぐらいまで折り込んじゃうから、まだこれじゃ多いかなっていう感じ。あえて畳み込むために抜いてるような、うん、そういうことですね。まあ、本職のシルマさんに言わせると、あんまりあの、歯は抜かない方がいいですよ。これは当然なんでね。ていうかね、私なんかだと怖いからなんですよ。怖いから葉っぱ残しておくんですね、やっぱりね。だよね。っていうのはやっぱり養分を上げる力が減っちゃうじゃない。減っちゃうからですね。でも、結局そのぐらいしないと畳み込めない。こういう針金掛け。曲げてからだとこういう、そう、もう曲げちゃったらこれできないですよね、これなのね、これのね、こういうやつ。なるほど。先にかけておくってことですね。うん。そうすれば誰でもできるんだよね。誰でもできる。誰でも。僕にもできる。できる。大雑把に刃を抜いたところですね。はい、ほんでこれから針金掛けを行うっていうことです。はい、いやいや、先輩にそういうことを伝えられる。どど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 当時の大先生です、ね、どうぞ。アシスタント私は美人アシスタント。今日はもう現状どうですか。この辺ですかね。ここで15ですね。伸ばしたら24かなぐらいですか。はいはい、ね、24、はい。目標は5センチと。5センチ、そうですね。センチまで。そうですね。どうか。はい、どうかですね。はい。まあ、このぐらいの素材ならね、結構どこでも買える、ね。うん。あります、あります。はい、そうです。うん、もう2、3000円で買える素材ですね。この辺のね。続いては針金掛け。はい。これで。2ミリぐらいですか？これ2.5。2.5。うん、2ミリかな。あ、もっと太いのありますよ。もしあれだったら、持ってきましょうか。貸してください。かける前に足元を掃除します。うん、これはやっぱ埋まってる場合があるってことですかね。この時点で正面はどっちかとかが、ちょっとまだ、まあ木の流れだとこっちはほら腹が出ちゃってるからさ、はい、こっちじゃないかなと思うんだよ、この立ち上がりが。こっちよりここはほら腹が出ちゃってるんじゃない、はい、だからこのくぼみを正面にした方が今の段階では、うん、でこれも足元を掃除したっていう感じですね、はい、さっきより足元が面白い根が出てきたから。でやっぱり小さい木っていうのは汚れてるとやっぱりどこが枝でどこが根なんだなんていうのもはっきりさせておかないと本鉢に入れた時に分かんなくなる可能性があるから、針金をかける時にやっぱし幹にしっかり隙間がないようにかけなきゃならないから、ここまで来たらこの辺で、まあこの辺が一番持ちやすいとこなんでね、持ちやすいけどそれじゃあ巻いた時に遊びができちゃう。幹と針金の間必ずこの幹に近いところでこういうふうに持ってくるわけで、またこっち来たら同じようにこの幹に近いところでこういうふうに、針金をもう持っていきたくなってちょっと遠いところからこう動かしちゃうんですけど、うん、やっぱそれだと幹にしっかり巻けないと思うんだよ、はい、だから必ずこの幹と針金の近いところに、はい、ラジペン の先端を持ってきて巻き込む、はい、そんでこういうふうに来たらもうここのところでほらラジペンが邪魔してるから一回抜いて、はい、ここのところはもう手でこういうふうに巻いてあげる。そんで こっちに来た時に近いところへラジペンの先を持ってってこういうふうに巻いてあげる。ラジオペンチです。はい、まあ日沼さんなんか大きい盆栽やってるからあると思うけど、小さいこういう商品に針金かけるのとまた大きい盆栽にかけるのはちょっと違うと思うんだよね。あ、そうですね。
でこの時にやっぱり地幅を均一に持っていかなきゃ見栄えが悪いんでね、うん、これ今ほら開いちゃってるけど、ここに曲がってる木にかけるっていうのは難しいんでね、そんで時間がかかる、まっすぐの一本木ならばどん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 巻いていけないんだけど、針金は2本かけるようですか、幹は。そうだね、これ1本じゃちょっと効かないんじゃないかなと思うんでね、みんなにこういうランチペンを買わせたんだけど、100均で買う人もいるんだよ、はい、100均っていうのはもうこの素材が柔らかいから、無理効かないんでね、やっぱし普通のホームセンターかなんかで5、600円で買えるから、それの方が、はい、うん、ねじる時、うん、ちょっと針金に遊びがないと締め付けられちゃうかなと思うんですけど、俺はそこまで考えないね、まあ食い込んでもいいっていう、あ、そうですね、まあ食い込んだら食い込んだところはシャリにしちゃってもいいし、はい、この幹の途中まで1本でかけたから、はいはいはい、もう1本かけるのにこの先までかけていきます、はい、その時にこの針金の背と内があるじゃない、はい、背の方に2本目はかけた方が針金が効きやすいですね、うん、あ、はいはいはい、背っていうのは下ってこと、下側、うん、下側ね、はいはいはい、まあ、俺もほら独学でここまで来たんだから、はい、まともに効いてもらっちゃうと困るんだけどまあ経験上ですよね、でもどこでも習ってないですか、うん、本当ガチガチに引っ張ってやった方がいいですね、腕の方が効くよね、やっぱし開いちゃうと、うん、こんだけ曲振ろうと曲げてもさ、うん、その開いてた分だけ効かないんだよね、うん、まあ篠田さんのさっきのほら黒なんかでもかなりしっかりかかってるからさ、そうですね、うん、多分動画撮った時言ってるんですよね、隙間開けないって、うん、前のね、これが、うん、はい、針金かけなんかは俺より昼間さんの方が東寿園でね、あれ勉強してるから、うん、でもこんだけしっかりかけてても曲を振ると強く振ったりすると開いちゃう場合もあるんだよね、ああ一周一周しっかりかけるっていう ね、 ね、ここまでね、うん、ちゃんとっていうかキュッと、だからそれがもう保護になっちゃうんですよね、うん、もうラフィアなんていらない、もうやっぱし基本だよね、この動画をアップして 2,3 年後にああいう木がめっちゃ増えたら面白いですね、あみんな違う、ね、みんな作って増えてくれたらね、でこれで、うん、私も今度もう一本動画撮ってちっちゃくできるかって、うん、まあ、誰でもできるんだよね、うん、ただ皆さんやらないだけであって、うん、怖いんですよねやっぱりね、折れちゃうとかね、うん、だからもう口が開いたりね、うん、まあ心拍だから折れるボキッといくっていうことはないけど、うんうんうん、やっぱ口が開くことあるよね、はい、10月から2月が針金かけがいいよと、はい、その時期ならこれぐらいやっても大丈夫、うん、全然、だからそのうちあいつなんでラフィアなんか巻いてるよって言われちゃうかもしれない、いやもうそれが基本なんで本当は、いやいや、まあでもね、うん、この時期なら本来やらないよ、この室がすごい湿度が高くてそれも受けた後の保護に、うん、それもあるかもしれないね、なるほど、ね、すごい結露してるし、うん、ね、あんだけ苔が泡を吐いちゃうっていうことはかなりの湿度があると思うんでね、で一応太い枝を、太い枝だけ芯だけ針金かけ終わったっていう感じだね、あれですね、ちゃんとそういう背中っていうかね、角角にちゃんとこうかかってるってことですよね、それ曲げるわけですもんね、うん、こういうところに、まあ、こういうふうに、ま、曲がってる木っていうのはすごくかけづらい、うん、また難しい、うん、時間がかかる、うんうん、だから畳み込むであれば、うん、ストレートの木の方が針金かけるのも素直にかけられる、そうすると時間も短縮できる、はい、ついついなこっちの方が、ね、曲げやすいんじゃないかとかって思っちゃいますけどね、うん、芯にかけ終わったんで今度はこういう小枝に針金をかけます、 1.5 ミリぐらいですね、これ、うん、1点、そうですね、これだと1ミリだけどかけやすいんだけど効かないんだよね、あ、はいはいはい、そんでかけた後にも曲を振っても振り切れない、はい、だからちょっと太めの方がいいかと思う、いい、ね、まずこの枝と
この枝にかけます、はい、小枝にかけることでさらに幹にも針金かかるから、うん、さらに幹も巻きやすくなる感じですね。わずかですけどね、うん、まあ、こういう細い枝にかけるときには必ずこのラジペンの方が、はいはい、あの書きやすい、はいはい、そんでこういう細い枝にかけるときは上からこういうふうに持っていくときには必ずあの人差し指で押さえる、はい、人差し指と親指で押さえる、はい、そんでまたこういうふうに下から来たときにも今度は人差し指と親指で押さえるっていうような、はいはいはい、これが基本だかなんだか、うん、まあわからないけど、うん、そうした方があの枝にしっかり針金が食いつく、はい、それと枝が折れない、はい、このぐらいこういうところにかけるのとこの太さだと、うん、こっちの方がはるかに難しいんだよね、かけるのが、はい、葉っぱ余計用の道具なんですか、うん、まあ、そういうわけでもないけど便利だからさ、これ見ないですよね、ピンセットの形はピンセット、そうそう、何でも再利用してあれするのもね、はい、いいんじゃないかな、はい、これからもうランチタイムですかね、うん、ね、ちょうど行っちゃいますか、お腹もなってるし、ね、じゃあ始まる、お腹グーグーは映らん、入らないですか、音は。お昼ごちそうさまでした。いやいや取材に来させてもらってるのに、はい、お昼をごちそうになってしまったと。ごちそうさまでした、はい、じゃあ午後のスタートです、はいはい、続きの針金かけをいたします、はい、これさっきかけたより若干幹は細いから、はい、あの1ミリの針金でかけます。午前中も眼鏡かけられてました、かけてない、あれちょっと 見づらくなったもんね。午後は眼鏡をかけるようにしてます。それがコツです。1.2 もあるありますよ、 1.2 もある、まあ、これで一応枝に針金がかかったっていう状態ですね、はい、ほんでこれを潰して7センチ6センチに持っていこうっていう類なんですよ。これからそのように浸っていきますので、はい、お願いします。ダイヤを使う、ワニ口っていうの、なんとかプライヤーって言いましたね、うん、ウォータープライヤーか、はい、だから水道の排水管からかやるんですよね。あ、そうか、ここのところにこの枝を下げる作業をします。このぐらいまで下ろしたいんだけど、針金が効かないもんで、ここのところで針金で湯をきます。シャリ入ってたから、硬いかもしれないですね。うん、ちょっと硬いね。もうここが曲がんないじゃない。そうですね。でこれもう少し下ろしたいんだけどさ、はい、結束バンドと同じだよね、はい、これだとほらさっきからだいぶここのところが縮んだじゃない。ほんで今度はこれをもう少し手前の方に引っ張ってきます。はい、今度はこのここの空きをもう少し縮めていきます。やりながらやりながら隙間を埋めていく、埋めていく、うん、感じなんですかね。この元々ある曲を生かしながら
曲げてますよね。あ、この、ね、この木はね、うん、さらに前回の曲より深く強く曲げる曲を振ってるっていう感じだね。枝をさらに下の方に持ってきます。でその上の部分ですか。これが、うん、この辺までずっと持ってくる。あれ先ほど言った足元を太く見せるというか、っていうかこれを下ろさないと、あ、タッパがね、タッパが長くなっちゃうんでね。そのために今ここに下ろしてるっていう感じ。なるとやっぱり一本一本違うってことですね。うん、パターンがね、あればもう少し楽かなと思ったけど、まあこの結束してるところは3ヶ月もすりゃ固まっちゃうと思うんでね。ただ曲げるんじゃなくて、やっぱり幅を持たせようとか、前後左右単調じゃないんですよね。幹が単複雑で、空間をちゃんと埋める、同じ木は作れないからね。そうなんですね。だから、うん、そこに盆栽の面白さがあるのかもしれないし。そうですね。この一の枝から比べると長いじゃない、うん、だからもう少し追い込む曲を振りながら、そうなんですね。これだけこう配置していくわけですね。その頭を結構手繰り込んで、そうだね、作ってますよね。もう下枝に乗せるような、そうですね、動画、うん、ではなかなか分かりにくいかもしれない、うん、完成形を見ながら説明した方がわかるかもしれないです。で、ひるまさんが多分今度また作ると思うので、ラジオペンチ、ラジペン、ラジペン、そう、まず書かないといけないです、うん、この枝が芯のてっぺんなんで、そうですよね、うん、一番太い針金ですもんね。これがてっぺん、うん、そう、それが 2.5 の針金、アルミ線ですもんね。あ、てっぺんだったらここですね。なるほど。正面はどのぐらいで考えますか。正面はこっち。あ、これだ。あ、すごい。これ。じゃあ真後ろに向けてやる。真後ろ。まあ、いらないきゃ縮めたっていうわけですよね。そうそう、後で、うん。芯はこう来て、どこ向いてるんですか。下へ下ろしてるんだよ。下に降りて。で、また上げてきてる。こう。これが芯だからさ、初めの、はい。これがそうでしょう。ここまで上げて、ここへここに下ろしちゃったの。はい。そんで向こうへ持ってって、ここへ空いてる空間のところへ持ってきちゃった。なるほど。だから今、シヌマさんが言ったように、もう少し詰めても、うん、こじんまずにする。まあ、それの方が見栄えはいいかもしれないね。ここに伸ばしてままにするより。なるほど。うん。だからこっちの元枝の方が元気になったら、こっち止めれば。いいんだってさ。あんまり今の時点で追い込んじゃって、この元枝が枯れちゃったらどうにもならない。そうですね、うん、これでまあ完成、まあうん、ほぼこれであと持ち込んでいけば、うん、ここら辺を埋めたんですよね。こう幹があって、こう下げて、この辺の空間を埋めて、うん、結局幹をこう太く見せるというか。どっか割れてます、これ。うん、割れなかったですか、この回。割れてない。割れても大丈夫なんですね。
まあ割れない方がいいんだけどさ、うん、割れるっていうことは針金の背で曲げないから、ここに針金のかかってないこの間で曲げるから、はい、あの開いちゃう、はい、強くあの曲げると、うん、だから必ずここに針金をかけて、針金のこういう背でここに曲げてあげれば、はい、これ割れてます。で1ヶ月前によくついたな。全然平気ですね。ひめこさんが1ヶ月前に曲げてもらって、あ、はい、そう上がねばっくり言ってますけど、はい、全然だからこれが逆に味になっちゃうわけですよね。そうね、ここからシャリを作っていくと、そういうことだよね、うん、あこれきみちゃんかけたやつだろ。あ、はい、あの細かいところは、ま、曲げるのはやってもらいました。針金巻くのは、はい、はい、どうぞ、うん、ほとんどこの木とかあの木はきみちゃんがかけてで最終的に、まあ、枝の振りをきみちゃんと話しながら作った木なんだ。手取り足取り足は取れなかった。足は取らない。これもこれもですね、やっぱこう太いですよね。幹が太く見えるっていう、これもこれを多分下ろしてきてるから全体に太く見えてる。この枝もですね、でこれそうですね、ここのやつをぐるっと、あ、これは太いやつは回してきてますけど、180度ここで回して、ここのところはちょっと太いから、足元太く見えますよね。この1の枝をこれでこっちへ持ってくる、こっちの裏回して差し枝してるんですか。そうですね、すごいですね。そうですよね、この太いやつはね、そうぐるっとして、だから足元を太く見せながらも後ろへ持ってってこっちから出てきてるようにする。すごいですね。奥の方の枝が、これを見れば誰でもできるって話でしたけど、できないですよね。ちょっとやればね、いやできるかもしれないですよね。そう、これもだからこの本当は幹がこれなんですけど、こいつとこいつで、で多分これがやがて太くなって固まっちゃうんですよね。これがそうすると足元の太い心拍ができると。これなんかすごいですよね。畳んで畳んで畳んでこんな太く見えるわけですよね、うん、太らせて、一つの幹みたいに見せてる、見せてるってことですよね。一本はここ根ですもんね、これね、うん、ってことは一本は多分ここら辺の太さ、ここら辺の太さなんですよね。それをぐるっと回したり畳んだりなんかしながら、すごいですね。これすごいですね。これよくわかりますよね、うん、これも、あ、わかりやすいのか。だから私のお手本がこれなんです。これもこの太さなわけですよね、でこれが後ろへ行って後ろからここに来て、うん、この幅を持たせてさらにこう行って、また3本分の太さで 1,2,3 本でこんだけ幅作ってるんですもんね。本当は1本はそのシャリの太さですね。これだけですよね。これだけですもんね。それを重ねていくことで太い木のように、大木のように見せる。見せる。天才ですね。天才です。天才。天才の方。天才の方。この後の、これ作った後の管理というか。管理はやっぱり今の時期、乾燥してる時期だから、はいはい、あんまり乾燥させないように、若干湿度の高いところで管理してもらった方が、室ですね。室、そうですね。室か発泡スチロールの中に入れるとか、はいはい、あと針金外すタイミングというか、うん、太いところにかかってる枝は、はい、あの針金の効きが早いの、うん、だから半年すればこれは外せる幹のやつは、ええ、ほんでこういう枝のやつは枝がほら細いじゃない、はい、外すとこれと同じ半年ぐらいに外すと、うん、これは伸びちゃうんだよ、はい、柔らかいから木が。だからこれはちょっと1年ぐらいはほっぽっといた方がいいんじゃないかなと思う、うん、もうね少しね食い込み始めてますけど、これはねしっかりかかってるけど、うん、これが外すと、うん、伸びちゃってるんじゃない、伸びちゃってる感じがありますよね。だからこれぐらい巻き込むぐらいかけといていいってことですよね、うん、なるほど、確かにこれはふわっとしますもんね、うん、この足元のこの持ってき方がすごいですよね、うん、あ、そうですね、7センチぐらいですね。ですかね。いや、ミニの世界ですもんね、7センチは。ね、いやー、いいものが、これが動画で通じるかどうかですね。通じるかというか、伝わるかどうかですね。伝わるかどうか。このやっぱ完成形見ちゃうとね。そうですよね。ここからこうなるんだと思うと。
早くあの針金外すところを取りたいですよね、うん、ただしばらくこれはもうこれであと肥料をあげて、うん、太らせてですね、ちょっと太らせて、ちょっと食い込むぐらいまでも太らせていいと思うんですよね、はい、でそこの太ったのもこういう針金アルミ線で縛ったのも、まあ、みんな味になるってことですよね、うん、そういう食い込みだとかそういうのも含めて、うん、はい、ということで22センチあった心拍を7センチに下げ込んだということで、もういろいろ勉強すること、勉強になったことですね、いっぱいありますんで、ぜひ次は音声9で、そうですね、はい、すぐ光が、そうですよ、全然、音声世界とコラボですからね、そうですね、はい、こんなこともありますね、チャレンジしてみたいけど、ちょっと自信ないなって、そうですね、固むところが、そうですね、それはちょっと数やんなきゃって感じはしません、そういうことですよね、うん、やってみてね、まあ、枯れたらもう枯れたでしょうがないっていうぐらいでやんないと、うん、このぐらい潰したんだから、木は相当疲れてるんだよね、はいはい、だからやっぱし後の管理をちょっと湿度の高いところにね、はい、置いといてもらえば、はい、これがどんどん葉が青くなってくるからさ、うん、青くなってくればもう閉めたもんだし、そうですね、過保護にしてるかもしれないけど、いや、うん、まあ、今の自分は過保護にした方がいいんだよな、はい、あともう赤くなったらもうほっぽっといてさ、うん、水もちょっと辛めの方が、そうですね、こういうあの玉になるのね、はい、こういう作り方でいろんな形の高さの、うん、ああそうですね、そうですね、本当ミニミニから、はいはい、ちょっと迫力のあるものまであって、そうですね、はい、面白かったです。面白かったですね。はい。楽しかったです。これもさ、盆栽世界の篠宮さんと、うんうん、盆栽級の田口さん、はい、それに篠宮さんも、はいはい、3人の話し合いの上で、まあ、ここまで、そうですね、来られたっていうことは、そうですね、僕にもプラスになりましたね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まあ、こういう縁ができたってことですもんね。あ、あと忘れてました、新藤さん。いたの、いたの、まあ、新藤さんもあの前回かけたあの心拍を持ってきて、前回かけたより閉まった木に出来上がったっていうような感じで、それはあの君のミニ盆栽日和で、そうですね、はい、そうです、これ、まあ、これですけど、ああ危なかった、危なかった、はい、はい、こちらはこちら君のユニフォームサイビールであげるかな、はい、はい、あげましょう、はい、というわけで、ということで、はい、ちんちゃんありがとうございました、まあみんなぜひそのことをみんなやっぱし決断があって、はい、ここまで来たっていう作業ですよね、うん、俺一人じゃここのところまで、はい、ああなるほど、なるほど、なかなか、はいはいはい、ね、みんなの知恵もあった上で、はいはいはい、ここまで来れてやってほしいというね、うん、そういう思いに、それいやというずに、やっぱり一人でも、うん、あのこういう木を作りたいっていう人が、あう、ね、あの出てくれれば、はいはい、そうですね、盆栽仲間がどんどん輪が大きくなる、うんうん、そうですね、陶磁園さんの方にもどんどん生徒さんが、うんうん、まあそうですね、うん、花機会の方にもこれを機会に ね、 で、はい、ね、あちこちに散らばってもらえれば、篠宮さんの盆栽世界の方も本が売れると、うんうん、そうですね、そうですね、それはもう二の次でいいんで、はい、盆栽級も視聴者数が増えると、うん、そうです、はい、よろしいですかね、うん、じゃあこういうことで本日、やっていただきました、加藤宮さんです、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。